はプレイヤーいる。もう一人いるな。リロードして、あれもう一人後ろ、後ろ見ろ。やべ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 、いやでもここが勝ちたい、勝ちたい、勝ちたい。離して、離して、オッケー、よし、やったぜ。どうも皆さん、おはようございます。カタカナで布団です。今回はタイタンフォール2のプレアルファテックテストやっていきたいと思います。バウンティーハントと呼ばれるゲームモードに遊びに来てます。よろしくお願いします。なんかね、途中参加っぽいですね、これはね。もう動いてるね。さあやっていきましょう。今回はね、このワイヤーを使える、陛下を持ってきてます。前回はね、投げるモーションセンサーだったんですが、で今回の武器はセミスナイパーライフル、セミオートスナイパーライフルなんですが、どうなんだろうね、使いこなせるかな、ちょっとわからないまま実況していきたいと思います。僕はね、単発系の武器はあんまり好きではないので、うまく使えるかわからないんですが、使っていきたいと思います。どこにいるんだこれ。で今回のね、バウンティーハントっていうのはウェーブ制のゲームモードでして、もちろん敵がいるんですけど、6対6だったかな、で敵がいるんですけど、でその敵がいる中でこの NPC が出てくるんですよね。ウェーブ3ウェーブごとに、3ウェーブのウェーブごとに敵が出てくると、それで敵を倒していって、倒すとお金がもらえて、今下にね、10ドルって書いてあるんですけど、10ドルの、まあ、お金がもらえてるので、それをね、今度は銀行みたいなやつに預けに行かないといけないんですよね。今、ウェーブコンプリートって書いてあるんですが、で今回はちょっとね、あんまポイントをゲットできなかったので、敵プレイヤーを倒して、敵プレイヤーを倒すと、そのお金がもらえるということで、なかなかね、美味しい、ポジショニングにいるわけなんですが、もうちょっと倒せるか？もうちょっとだけ敵倒しに行こうか。で今回はセミオートスナイパーライフルに、サブでハンドガンを持ってきてます。アンチタイタン武器を持てないので、タイタンの味方にやってもらう形ですね。あいつ倒せるか？オーケー。お、結構持ってるね。そう。で、敵もね、お金を貯めてるんですけど、倒すと、おー、やべえ。いるね。どこにいる？下か？下かな？下じゃない、上っぽいね。いた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 。オッケー。そう、敵を倒すと、おお、まだいる。え、ちょ、どっから来たこれ。大丈夫かこれ。脇がめちゃくちゃになってない？大丈夫？あ、やべえ。あれが、あ、気持ち悪い。あー、お金が貯めれ、おん、まったいるね。これな、倒せるか、倒しきれない。あ、やべ、まずい。オッケーオッケーオッケー、ちょっと。逃げよう。あっぶねえ。脇がおかしくなってるなぁ。大丈夫かなぁ。そう、本当はね、なんか、ケタピラーみたいなやつに、お金貯めたかったんですが、貯められなかったので、まぁ、引き続きね、お金を持っていきたいと思います。お金持ってると敵に倒されると半分持ってかれるので、なるべくそうされないようにしていきたいわけなんですが、あ、敵が上に乗ってるな。倒せるか？オーケー。倒せたね。ハンドガン強えよな、これ。ハンドガンめっちゃ強いよ、これ。あー、で、セミオートスナイパーライフル外していく。タイタンどっちも倒してくれたんかな？ 1 体だけだったっけ？ 2 体だ、2体。お、プレイヤーがいるね。当たらない。タイタンフォールって偏差値があるんでしたっけ？確か、トールキュービーだから、あれ？下か？あ、上だ、上だ、上だ。やべ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 。アップねー。こんなとこに登ったままだったのか。さあ、敵もミリだったから倒していきたいんだけど、おお、いくら倒してくれた。下にいるね。下だよね、これ。下じゃね？あ、倒してるね。オッケー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 。さて、デポジットしに行きたいけど、プレイヤーいるな。ちょっとこれ倒してあげないといけないね。いや、怖えな。自信ないな。あれ？どこだ？どこ行った？下？上か？あ、上いるね。上いたね、今。どうやって倒そう、あれ。ハンドガンでしか近接はちょっと自信がないので、近接で、QS で、ああ失敗した。なんで今下向いちゃったんだ。下行ったと思ったんかな、今。どっちだ、右か、右だ。 OK。 ふぅ、倒した。さあ、またね、お金を預けられないまま、ウェーブの、その、間ごとでしかね、お金が預けられないんですよね。
なので、まあ、それを考えて本当はねお金を入れないといけないんですけど、ちょっとこのお金結構あるからちゃんとしっかり倒されずに貯めといておきたい。お、タイタン出せるね。さあ出していこうか。いくぞタイタン、出ろタイタン。いいねあ、前回の BGM 分かりましたか。あれ元ネタのアニメがあるんですけど、待てろって言ってね、こういう出ろガンダムって、シャイニングガンダムっていうのがねあるんですけど、まあよかったらぜひぜひなんかステマみたいになっちゃったけど、まあそんなこと、あれ相手だから、あれなんか乗られてる、大丈夫か、なんか乗られたような音したような気もしたけどNPC 吹っ飛んでるね。さてあえてやりに行くか。ここはタイタンはいけないので、さあ行くぞ。敵があんま見当たらないけど、どこにいるんだろう、敵が来ないのかな。もう一回、おー、やべ、なんで後ろからタイタンが出てくるんだ。ほんとクソリスじゃね。やばい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 。今回のタイタンはグレネードランチャーを持ってます。これね、ポンポン打ってるんですけど、チークだけオンライン。お、どうだ、食らった、食らったよね多分。今のは何気なくスペシャルアビリティ使っちゃった。おお、わけなんですが、あ、乗られた。こういう時は電気スモー死ぬとは思ってなかった。あ、また来てる、これ倒せるか。おお直撃、タイタン用のグレネードランチャー直撃とかも、オッパミジンとかいうレベルじゃないんでしょうね、きっとね。さあウェーブコンプリート、今度こそはちょっとお金を下ろしに行きたい。あ、下ろすんじゃないお金を入金しに行きたい。これね、これこれ、銀行か銀行とはちょっと言い難いけど、500ドルになるのかな。ドルだとだいたい5万円日本円で換算すると5万円分。いやでも結構プレイヤー倒したのに5万円分ってなかなか人は安く見られているようだ。体力が結構少ないのでその辺加味していきたいわけなんですが、結構プレイヤーいるね。今回グレネード、いてててて、なんだなんだ、タイタン武器か。今回のね、お、味方があれだね、味方がシールドつけてくれたね。なんか敵を倒したりタイタンを倒したりすると敵が電池を落とすんですよね。そのなんかバッテリーか、電池っていうのはちょっと言うかな、バッテリーを落とすので、それをね味方のタイタンにつけるとシールドがねこうやってつけられるんですよ。おかげでね、シールドがついた状態で、タイタンと敵タイタンだよね。これ多分右にいるのはタイタンだと思うんですが、タイタンを倒しに、あ、これウェーブ性3ウェーブじゃなかったか、もしかしてちょっとね結構記憶が曖昧なんですが、まあ多分制限時間内だと思うんですけど、制限時間内に多分タイタンウェーブとスペクターウェーブ、スペクターとかなんかコマンダーって言ったらいいの、なんか NPC 普通のプレイヤー、1プレイヤーのウェーブが交互に来て、先にこれ確か6000ビット、6000ドルかビットじゃないの、6000ドル。 OK 倒した。 OK 大きいね今の。さあプレイヤーも倒していきたい。このね、霧を出すことによって敵を火の渦に。さあジグダキオンライン、どうよ、当たった、来た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 、オッケーオッケーオッケー。そうなんかね、ガスタンク、おお、ガスタンクを、あ、やべ、こっち見てるな、シード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 、やばいやばい、大丈夫か。さあ電気グレネードで、電気グレネードじゃない、電気スモークとグレネードで倒した。体力少ないな。あと一人タイタンを倒せるか、味方。倒したね。オッケーオッケー。これどっちが銀行近いかな。こっちかな。あ、いやでも近いとかじゃなくて味方がいる方に行かないといけないっぽいよね、多分。味方がいるのはこっちかな。でも、あ、やべ、タイタンいるじゃん。まずいな、これ。ちょっと体力がめちゃくちゃ少ない。あー、やべやべやべ、どうしようこれ、逃げ切れるかな。
タイタンはね、今回2種類。おぉ、プレアルファテックテストでは多分2種類かな。お、やばいやばい。イジェクト、イジェクト。オッケー。ここは逃げよう。ワイヤー使ってね。この時用のワイヤー。ワイヤーは本当にね、いろんな風に使えるので便利。お、え、なんで？やべやべやべ。おっぷね。危な。なんで？どっちに行けばよかったんだ、今の銀行。え、こっちで湧いてる？もしかして。いや、でもデポジットしないと。300ドル近くの。あれ？やべ。右いるね。大丈夫かな？オッケー。どうよ。いや、プレイヤーいる。もう一人いるな。リロードして。あれ？もう一人、後ろに、後ろにいる。やべ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 。いや、でも、ここが勝ちたい。勝ちたい、勝ちたい。勝たして。勝たして。オッケー。よーし。やったぜ。あ、そうそうそう。で、今回ね、スペシャルアビリティをね、また別のにしてきたんですよ。前回のはなんか、AP 弾が使えるようになる。おー、ちょっとなんだ？なんだ？めっちゃ食らう、めっちゃ食らう。でもなんか前回はね、AP 弾が使えるスペシャルアビリティを持ってきてたんですけど、今回は、スパイダー？スパイダーが使える。こういう時、精密な便利だね。あんまり近づかなくてもできるしね。敵プレイヤーいないよね。あ、やべやべ。あ、後ろか。満身。後ろでプチプチ撃っときゃよかったのに、完全に満身だった。もうキックスレディーってなってるんで、ちょっとどっかで使いたいんだけど、敵プレイヤーがいるときに使いたいけどな。敵プレイヤーはいないかな、多分。さっきやってくれたっぽいね。お、ミニタイタンだ。そう、なんかね、ウェーブによって、おお、いるじゃないか。ウェーブによってはね、ミニタイタンがね、出てくるんですよ。そうそう、こんな感じでね。な、面白いですよね。新たなね、その敵の NPC の要素が、あれ普通のタイタンじゃやばくね、あれ。ちょっとやべやべやべ。あ、終わった終わった。ビクトリーということで、実はこの上のね、あの、青の、あの、6000ドルかな、多分6000ドルだと思うんですが、6000ドルゲットしたので、ウェーブじゃないや、ミッションクリアと。まあ、勝利ですね、我々の。敵はその間に1700しかゲットできなかったようで、我々の勝ちなようですな。いやー、セミスナイパーライフル全然つかなかったね。ハンドガン縛りみたいな感じになっちゃったけど、いや、まあ、それでもね、ほんとハンドガン強いんだよね。やっぱバトルフィールドとかだと、ハンドガンって弾数制限があるから、そういうのでね、すぐ打ち切っちゃったりするんだけど、タイタンフォールはそういう弾が切れるっていうことが基本ないので。あれ、タイタンどこ行った？今回のタイタンはなんか2回上に乗ればね、倒せる。おっ、ルルル、オーケー、倒せるんですよね。だから2回、おお、え、あった、タイタン。あー、なるほど。あー、オートタイタンって書いてあるから、あれ乗り捨てたんだな。で、乗り捨てて登ろうとしたところを僕に殺されて、で、代わりにタイタンに僕をやってもらうっていう、なんとも因果応報な感じになりましたが、ご視聴ありがとうございました。今回はこんな感じで、バウンティーハントというゲームモード、プレイしていきました。チームデスマッチもあるんですけど、チームデスマッチはタイタンが使えないみたいなので、ちょっと動画にするかはちょっとわかりません。まあ、チームデスマッチももしかしたらするかもです。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。